くまこさんの動画だけ見てますみたいな人たまにいるんですけど、うん、長篠県の視聴者の方で。怖いんだと思うんですよ、きっと。うん、大丈夫かしら、ね、僕からしたら何が地雷なのかわからないから、あんまり関わりたくないのよ。その周りの人がわらわらって集まってきて、うん、じゃあ俺の悩み聞いてくれるみたいな感じで、すごい。こんにちは。七代家の七代です。くまこです。こちろです。はい。というわけでございまして、今回は、くまこのカジュアル霊感師でございます。うわー、来たい！やったぜ！またね、やってまいりましたけどもね。まあ、ここ最近ね、急にくまこのカジュアル霊感師がね、思い出したかのように本数超えておりますけども。思い出しました。忘れてたの？忘れてました。一応今日ね、初見の方に向けて簡単に説明しますと、くまこのカジュアル霊界通信という企画は、こちらにいらっしゃいます、くまこさんがですね、うんうん、幽霊がポップにカジュアルに見える方でございますので。ポップ&カジュアル。そう、ポップ&カジュアルにね、見える方ですので。まあ、そのね、くまこさんにそのポップ&カジュアルなあのね、幽霊の話をしていただくという感じの、はい、見える人にいろいろ幽霊のこと聞こうねっていう企画なんですけども、まあ、そのコーナーの中で、ちょっとね、今回もですね、前回に引き続きですけども、5選でやっていこうと思うんですけど、多分、これも、皆さん多分すっごい気になる。なんやろ。思うと思うんですけど、うん、幽霊にやってはいけないこと、うん、5選でございます。おー、はい、おーいいね、これ。気になりますよね。いいね。これ気になるんじゃないですか、皆さんちょっとね。怒られちゃうからね。そうね。こういうことすると幽霊って怒りますよ、みたいなね、うんうん。霊媒師、霊能力者の方結構言ったりしますけど、くまこも、まあまあ、ポップにカジュアルに幽霊が見えてる。まあ一般人でもありますけど、うん、まあちょっとね、その、思ってるところもあるんじゃないかなと思うので、ちょっと今回5選でまとめて、はい、お届けしようと思います。いやー、いいね。はい。じゃあ早速ですけども、はい。一つ目。お、敵意を見せるという感じで。おー。敵意を見せる。なんて言うんだろう、払おうとする。うん、なんあー。はい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 、なんか幽霊に対してとかね。そうそうそう、はい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 、なんかちょっと攻撃的なことっていうか。僕も何回か透けてる人に怒られたことあるんだけど。怒られたこと何回？一番怒られた話をすると、うん、ずいぶん昔にあの悪霊になったおばあちゃんの話したじゃないですか。はいはいはい。あの時にちょっと試しにファブリーズかけてみたんですよ。ほうほう、言ってたね、なんか。シッてやったらむちゃくちゃキレられて、うん、ああ嫌なんだ。除菌って書いてあるやつね。除菌ってね、あのなんかなんちゃらエクストラパワーみたいなの書いてあるやつで、シュッてやったら怒られた。怒られた、うん、一番高いやつ使ったのにって思ったまあちょっとね、いろいろちょっとおばあちゃんになんてことしてんねんってあるかもしれないですけど、ちょっといろいろございまして。とか、あとは、うん、地獄先生ムーベイのさ、はいはい、ありますね。中にお経出てくるじゃん、大体。あるある。ありますね、ムーベイが唱えてるやつ。一時、うん、学校帰りに、あまりにもしつこい透けてるじいちゃんに付きまとわれちゃったことがあって、はいはいはい、行ってみようと思って、行ってみたんですよ、その時に、うん。覚えたてのムーベイの、あれを。うん、そしたら、じいちゃんが、適当なこと言うなってむちゃくちゃキレられて。怒るんやな。怒るんだと思って。適当なんだ、うん、そう、しかも適当なんだこれとか思ってまあまあ漫画だからね、うん、でその時に初めて、うん、あ、これやっちゃいけないんだって思ったっていうのとか。あ、結構そういう払おうとするとか、うん、そういうのがやっぱり良くない、良くない、ね、敵を見せて攻撃をするみたいな。あ、なるほどね。例えばだけど、今のそのお経とか、うん、まあなんかそのファブリーズとかね、うん、ございましたけど、例えばこれが、うん、幽霊相手になんかこう武力で勝負しようとする人たまにね、まあそうですね、ありますけど、うん、ああどうなんですかね。まあ、友達のヤンキーのケイちゃんが実際にそういうことをやってどうなるかなんですけど、まあ、ヤンキーのケイちゃんっていうのがねございましてね、あの友達でおりまして、はい、幽霊と対峙した時に多分確実に暴力振るんですよ、うん、きっと見えたら。あの子やる気満々なんで、うん、ちょっと、うん、その感じでいくと幽霊側もイラッとする、イラッとするし、うん、なんかやられんじゃないかなってちょっとそこは心配してる。ああ、逆にね、ケイ、うん、ちゃんがね、ケイちゃんも無事か相手も無事かどうなるか分かんないけど、あ、別になんか衝突が起こってしまうから。そう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 。まあでもなんかケイちゃんが無事じゃない気がするけど、それだけ聞いてる。まあそうね、だって別に物理攻撃効かないもんね、当たらないし別に。そうそう、うん、なんか何らかしらのなんかしっぺ返し食らうんじゃないかなってちょっと、なんかね、事故るとかね。そうそうそう、次会った時すげえギプスつけてるとかどうしようとか思っちゃうもんね、うん、なんかね、あ、なんかそんな拳振り上げてるからみたいな。そうまあその可能性があるのでね、皆さんもちょっとね、ファブリーズとお経だけじゃなくて、そのね、武力で行くぜとか、うん、ちょっと気をつけていただいた方がいいかもしれないよねっていう、そんな感じです。はい、はい、
2つ目闇雲に怖がる、うん、みたいなことはちょっとダメなのかなって思ってる。はい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 。例えば頭から血流してるけどただそこに立ってるだけだからもし退治したとしても、うん、うわーとか言って怖がるのって失礼なのかなって僕は思っちゃうのね。はいはいはい、はい、で相手からしても別に好きでこういう格好してるわけじゃないのにとか、うん、脅かすつもりはなかったのにって多分意に反してることって多いと思うのよ。実際怠慢でいる時に怠慢って違う1対1でいる時に、うん、なんかそうやってやみくもに怖がるのって、うん、もう相手も傷つくって言い方はあれかもしれないけど、うんまあ、無視が一番いいんじゃないかなってもし見えちゃったとしてもって思うよね。怖がるということが相手からすると不本意、怖がられてることが、うん、そうそうそう、まあ、透けてるくせにって思うかもしれないけど、うん、まあまあまあね、確かにね、うん、だからなんかその幽霊をめちゃめちゃ怖がる人多いですよね、多分、うんうん、くまこさんの動画だけ見てますみたいな人たまにいるんですけど、うん、長城県の視聴者の方で怖いんだと思うんですよきっと、うん、大丈夫かしらね。ホラー映画とか怪談話では存分に怖がっていいと思うけど、はいはい、ただ現実として対峙した時にその人が何もしてこなければ、うんまあ、いるだけでも怖いっていう人もいるかもしれないけど、うん、頑張って冷静になって無関心を装うっていうのが一番の対策かなと思って、ああなるほどね、うん、だからまあ興味持ったりとか恐れたりとか、うん、怒らせたりとかなんかアクションを取ること全般はあんま良くないよね、うん、良くないかな。だから僕も基本無関心だし、なんか知らないけど見えてるとバレた時にちょっかいかけられた時にすごいボロクソ言うけど、うん、基本は普通にただすれ違うだけとか、はいはい、無視をするっていうのを徹底してるから、はい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 、まあ、そういうのはちょっと皆さん真似してもらいたいなって思って。ああなるほどね、うん、はい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 、だそうです、はい、うん、はあなるほどな、はいはいはい、じゃあ3つ目、はい、透けてる人相手に隙を与えるみたいな。はい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 、やっぱそうなんだ。隙を作ると良くないですか？なんか例えばちょっと前も話したかもしれないけど、うん、あの戸締まりがきちんとできないと好かれやすいよってあったじゃん。ありましたね、はい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 、そういうちょっとした隙が付け入れられちゃうのかなって思ったりもしてて、うんうんうん、まあちょっと前話した時あれですよね、多分好奇心が強い例もいるけど、うん、単純にそうなんかちょっと嫌なことしてやろうとか、うん、性格の悪い例というか、うん、もういたりして、そういう人たちがやってきやすいってことですよね。くまこさんさ、結構そのさっきも言った通りで目が合っちゃったりとか向こうにバレたりとかすると結構戦うじゃない、戦うっていうか防御するっていうか、うん攻撃はしないけどうるさいみたいな感じで、はいはい、守りに徹するやってるイメージなんですけど、あれも多分隙作んないようにしてるでしょ。そう、うん、でも強気でいかないと多分調子こかれるのがすごい嫌だから自分が逆にだから舐められやすいからってことで、多分ね、なるほどね。そうだからそのさっきのなんか先手必勝みたいな感じの先のお経を唱えたりじゃなくて、うんね、カウンタータイプ一撃必殺型だからはい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 、ね、よく言ってたもんね、なんか舐められたくないから、うん、しっかり固めにいくっていう、これが隙を作らないっていうことなんですよね。じゃあちょっと皆さんも隙を作らないように、はいそうねね、してもらった方が やっぱそうなんだね。やっぱそれが結構大事なのかもね。なるほどね、と思います。はい、じゃあ4つ目、はい、透けてる人とむやみに交流をしようとしない。はい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 、はい、昔流行ってたこっくりさんとか、うん、高齢術と呼ばれてるものとか、うん、やってるグループを見たことがあって、はいはい、まあ、こっくりさんこっくりさん来てくださいって言ったら、なんか鼻垂らしたじいちゃんとかなんかすごいどうでもいい人たちがわらわら集まってたのよ。はいはいはい、でしかも一人だと思ってたら結構な人数集まってきてたから、はいはいはい、こっちが見ててハラハラしてたのね、ずっと。あれこれどうなっちゃうのみたいな、はい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 、どうしよう鼻水つけられちゃうのかなあの子みたいな感じですごい見てたんそれだけ聞くとあんまりなんかあれ聞かないけどハラハラそこハラハラしてる、ね、なんかそういうのとかもあったりとか、はい、あとは透けてる人に対して昔はどうだったのこれはどうだったのみたいな感じの、あなんか気になる人って結構いるじゃん。言うなんかぶっちゃけ言うと視聴者の方は多分みんな気になってると思うんですよ、ヒロシとかも含めてどうなのああなのって幽霊のことがね。ヒロシはまだ自我があるおじさんだから、うん、言いたくないことは言いたくないって言うし、言えるところまでは言えるけど、うん、それじゃない他の人たちは、うん、なんかもう僕からしたら何が地雷なのかわからないから、うん、あんまり関わりたくないのよ。はいはいはい、もうそもそも触れたくない触れたくないから、うん、はいはいはい、だからあんまりそうやってむやみに例えば見えちゃって、あなたどこから来たんですかみたいな感じのことを突っ込んだりとかして、うん、まあ、その人の地雷が例えば出身地だとしたらバカにしてんのかみたいな感じの、あなんかよくわからないふっか
けられ方をされそうって。なるほどね。なるほどね。オーストラリアの時にさ、おじいちゃんのなんかあのアジア人差別すごいおじいちゃんみたいにいたけど、まああれ分かりやすいから近づかなきゃいけなかったけど、要するにそれが分からないニコニコしてる幽霊だったけど、話しかけてみたらなんか日本人じゃみたいなのを言ってくる可能性もあるわけやな。わかんないから、うん、とりあえず触れないみたいな。はい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 。すごいね。思ってる。ふうにしてるんだ。はい。いや、なるほどね。これ面白いですね。ねえ。うん。すごいね。5つ目。はい。透けてる人が見えてるふりをしないようにっていう。見えてるふりしない。これはね、やっぱでも言われますよ。階段の世界でもね。たまになんか、俺見えるから。で、うん、結構アピールしてる人がいたんですよ。いるよね、そういう人ってね。自分のことは隠して、あ、そうなんだみたいな感じのこと言ってたら、その周りの人がわらわらって集まってきて、うん、え、じゃあ俺の悩み聞いてくれるみたいな感じで、すごい寄りかかられちゃってたのよ、ね、その人が。はいはいはい。だからなんかいらん世話っていうか、なんつうの、なんかこうさ、逆にあれなのか、うん、見えてるふりをすると見えてねえだろお前っていうのが多いのかなと思ったんだけど、うん、あ、それもある、そうね、それもあるけど、あるけど、と多分それも前ちょっと動画にしたと思うんだけど、うんうん、俺はお前見えてるふりしてるとか言って、わらわらって集まってきたと逆に信じちゃって、うん、逆にね、あ、そういうことか、純粋な幽霊もいるんだね。四六時中そんな感じでずっとこれはねみたいな感じでブツ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 言われてたの、はい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 、かわいそうとか思いながら見てたんだけど、それでも言われてる本人は見えてなさそうなんですか。見えてなさそうなんだけど、まあ、ついているからもしかしたら何か影響があるかもっていうのをハラハラしながら見てたと。でもある日突然、もうブツ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 喋ってた人が、急に大声で、ねえ聞いてるって言って怒鳴った時は怖かったよね、うん、怖いなそれね。やだね、ついに怒ったところね。そう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 。ああ、いや面白いっすね。というわけでございまして、うん、はい、あの今回ですね、幽霊にやっちゃいけないよねっていうことをね、うん、5選っていう感じで、まあ、やってもらったんですけど、まあざっくり言うと幽霊に敵意を見せるのと、うん、やみくもに恐れるのと、うん、隙を作るようなことをするとか、うんうん、交流しようとするとか、あとはまあ見えてないのに見えてるふりをしたりとかするみたいな、うん、まあ、その辺かなって思ったんですけど、こちろくんどうでしたの、聞いて。いや、なんかその、うん、映画とかでもよくあるんですけど、お札を割って剥がしたりとか、祀ってあるものを動かしたからたたられるみたいなのは、ありますあります、あります、攻撃的なというかに含まれてるんだなとか思ったりとかして、まあやっぱりなみたいなのが多かったかな、ね、そんなことやるやつ友達のように切るけどね。そうそう、だからね、やっぱまあ心霊スポットに行くっていうのもまあ広い意味で言うと今回のように含まれてるなって思ったりとかするから、やっぱりまあなんていうの、無関心が一番自分の身を守ることにもつながるんだなってまあ思ったよっていうことざす。確かにね、そう。いや、これね、ちょっとね、聞いてて思ったのが、もう本当にその結論にほぼ近いんだけど、結局、どんな形であれ、なんか幽霊に対して何かアプローチをしようとするっていうのは、あんまりいいもんじゃないんだなっていうことが、思いましたね。うん。くまこさんからするとさ、くまこさん見えるから、例えば見えてない人が、なんか、うん、幽霊さんとかやってても、こいつは平気だけど、くまこさんから見てると、それに対して、なんか、わらわら寄ってきてる奴らが見えるから、やきもきというか、おお、大丈夫かみたいな感じになるんでしょ。うん。まあ、特に守りもしないけど、ね、そう、だから見てて、あ、やられてく、この後、生還、生還する。生還ですよ。ああ、行っちゃったわ、みたいな状態。まあまあまあ、でもね、まあ、なっちゃうわけですよね。まあ、くまこさんの見えてる世界の話なので、このね、企画は。だからまあ、これ全員がそうってわけじゃないし、まあ、それは信じるも信じないも、まあ、どうぞご自由にって感じであるんですけども、うん、ただなんか、くまこさんの見えてる世界で言うと、そういうコミュニケーションをしに行ったりとかね、するっていうのはあんまり良くないから、うん、そう、構わないっていうかね、うん、無関心っていうのが一番ベストではあるんですけども、うん、でもそれ言うたら、うちのチャンネルの存在がね、ちょっとね、危うくなってしまうので、あの、ほどほどに節度を持ってね、もし自分の周りで、ね、幽霊がいたとかあったとしても、うん、あの幽霊に話しかけてみようぜとかっていうのも、うん、まあ、できれば良した方がいいんじゃないかなと、はい、ほどほどに、皆さん、ほどほどに、はい、ね、いや、ほどほどが大事だね、うん、何事もほどほどが一番ですですね、はい、はい、私も多分この中だと一番やっちゃいそうなんで、うん、あの最近うちの事故物件のね映像撮りましたけど、はいはいはい、ちょっと怒られたんで、響きっつって、ね、いやー、あのさーみたいな感じの、うん、あのちょっとガチめの説教を受けたので、ちょっと ね、気をつけてやっていきたいと。お前が言うな感すごいな。しかもお前課長だろ、7歳の感じで、ブーメラン
ランめっちゃビュンビュン刺さってるんです。あ、すいません、ね、もうね、はい、今日もうブーメランがここに刺さってね、ここから流血してる状態でお届けしましたけども、はい、というわけでございまして、今回の動画面白かったって方よかったらいいねボタンお願いします、はい、そしてまあちょっとね、結構意外と今回深めの内容というかね、はい、ちょっと考えさせられる内容もあったかなと思いますので、ちょっとその辺に関してね、ちょっと議論ないし考察ないしいろいろある方よかったらコメント欄にご感想をいただけたらと思います、はい。そして、七種の家のチャンネル登録まだだよって方はよかったらチャンネル登録もぜひぜひこれを機会にお願いいたします。よろしくお願いいたします。それじゃまたねなんか落ちてる